はい。今回は、えー、私、浜地かなめが、えー、考える、えー、吹奏楽とオーケストラの、まあ、違い、吹き方の違い、あとはまあ、それに付随して、えー、木管五重奏というアンサンブルと、えー、金管五重奏というアンサンブルの、そのホルンの役割の違いなんかを、えー、個人的見解で話していければなと思います。えー、まずですね、えー、オーケストラの中でのホルンの